メイケルの和也です。今回はセメント業界の業界研究をしていきます。トライアルで実施していた LINE アットでの ES 添削も継続していくことが決定したので、ぜひ LINE アットへの追加をお願いします。今回はセメント業界を紹介していきますが、1875年に始まって以来130年以上の歴史の中で、ビルやダム、トンネル、橋など社会基盤を整備するための基礎素材提供産業として日本の繁栄に大きく関わってきた業界なんですね。セメントのルーツは約9000年前の新石器時代のイスラエルの家で発見された、家の跡の床と壁から今のコンクリートレベルのものが発見されていたり、4000年前の古代エジプトのピラミッドの石と石をつなぎ合わせるものとして似たようなものが使われているんですね。かなり歴史が古いですよね。改めてセメントについて解説をしておくと、セメントはコンクリートを作るための材料の一つで、灰色の粉末のことを言います。私たちが目にする 70% はポルトランドセメントというもので、クリンカという石灰石と粘土を混ぜて焼いたものと石膏を混ぜ合わせてできているんですね。セメントの主原料である石灰石を鉱山で採掘するんですが、その多くは約3億年前の太平洋の熱帯域でサンゴなどが堆積したものが岩石化したもので、天然資源の埋蔵量が少ない日本にとって国内で自給可能な数少ない資源になっています。他の素材と大きく違うのは、セメントが重量物なので輸送コストがかかるため、海外比率が 20% 程度とかなり少ないんですね。しかも石灰石、粘土、珪石、酸化鉄原料といった原料がほとんど国内で入手できるということもあって、海外の影響を受けにくいという特徴も押さえておきましょう。ただこの国内需要も1991年はピークに下落傾向が続いていて、2011年以降東日本大震災の復興需要などで上昇に転じつつも、五輪が延期になり厳しい状態が続いています。ただそんな状況においても、例えば太平洋セメントはすでにそんな中でも利益が出るように、2010年には3工場の生産を停止するなど、国内の生産体制の大規模な見直しや500名の人員削減、物流の合理化など大規模な構造改革を行って成功してるんですね。そんなセメント業界の国内の動向を見た後に、各社の動きを比較してみていきましょう。改めて業界動向を見ていくと、セメント業界は1990年代から大きく再編されて、現在は北海道から沖縄まで17の製造会社と30の工場による体制となっています。思った以上に少ないですよね。そんな中で太平洋セメント、宇部三菱セメント、住友大阪セメントの3社で8割近くを占める河川の業界です。セメント業界の国内需要はピークだった1991年の8650万トンと比べると、2019年は4140万トンと約半分に減少してしまっているのが現状なんですね。国内販売の需要構成比を見てみると、行政の需要と民間の需要がほぼ同じ比率となっているので、過去と比べると低迷していますが、需要はある程度安定していると言えそうです。実際2010年頃からは緩やかな上下はあるものの、ほぼ横ばいで推移していて安定的に需要があることが分かりますよね。そんな中で2020年の東京オリンピック・パラリンピックの需要があって、2017年2018年は国内販売量が2年連続でプラスに転じている状況だったんです。ただ2019年は東京オリンピックやパラリンピックの需要や東日本大震災の復興復旧に関する需要が収束に向かっていたり、建設現場の慢性的な人手不足によって販売量が伸び悩んだことが原因で減収となっています。このようなセメント業界にとっては厳しい国内の状況を受けて、セメントの輸出や海外事業の強化に活路を見出しています。またセメント業界に吹く追い風として、リニア中央新幹線関連の需要に対する期待は大きいです。ただセメント業界は経済の動向に影響を受けやすいので、新型コロナウイルス感染拡大による影響もしっかりと確認していきましょう。まず新型コロナの流行で景気の先行きは不透明になっているので、建設工事の中断延期や中長期的な投資の抑制が起こった場合はセメント業界にも厳しい影響はありそうです。ただ国内1位の太平洋セメントは日経平均とほぼ変わらない水準なので、そこまで悲観的とも言えないようです。実際に観光需、民需ともに低調に推移していて、全体では939万トンと前年に比べて 6.3% 減少しています。ただ今のところそこまで大きな影響はあるとは言えなさそうです。セメントの輸出や海外についてもかなり先が読めない状況であるのも難しいポイントです。次にセメント業界の企業を比較してみると、まずは世界のセメントメジャーであるスイスのラファージョホルシムが売上高約3兆円、次に売上 2.3 兆円のドイツのハイデルベルグセメント、売上 1.4 兆円のメキシコのセメックスが3位に続きます。規模感がかなり大きいですよね。では国内セメント業界の数値を比較してみていくと、太平洋セメントが頭一つ抜けていますね。次に宇部三菱セメントが続きます。業界としては上位3社がシェア8割を占める河川業界になっています。今回は3強である太平洋セメント、宇部三菱セメント、住友大阪セメントを見ていきます。太平洋セメントはセメント部門の売上高が6000
1000億円を超え業界トップで約 35% のシェアを占めています。セメント事業が約7割で、それ以外に資源事業、環境事業、現在建築土木事業が均等にあるイメージです。また全体の 20% 程度を占める海外事業では、主に中国、東南アジア、アメリカ西海岸の環太平洋地域に展開していて、環太平洋における事業領域の拡大を重要な戦略に位置づけています。その他にも石灰石資源を活用して骨材などを販売する資源事業や、建材建築土木事業などを多角的に展開しています。上三菱セメントは業界2の企業です。少し分かりにくいので簡単に説明すると、宇部興産と三菱マテリアルはそれぞれ売上高が6678億円と1兆5161億円もの大企業なんですが、コスト削減の目的もあり、1998年に生産部門、研究開発部門以外の物流や国内海外販売の部門を統合してできた会社なんですね。誕生から20年を経て、22年をめどに販売物流機能に加えて、生産機能までを含めた事業全体を含めた新会社を設立する予定で、事業規模としては6000億円になる予定で、かなり規模が大きいですよね。国内セメント事業で利益を出し、国内外で成長が期待できる分野に注力していくとしています。住友大阪セメントは部門売上高1888億円の業界3位の企業です。売上の 70% がセメントで、それ以外の事業はそれぞれ 10% 程度の比率になっています。まだ比率としては小さいですが、特に半導体に使うセラミックス製品などを製造する人材料事業は急激に売上を伸ばしているんですね。セメント事業に関しても海外展開を、非セメント事業に関してはニッチな製品に絞って事業を行うことによって収益性の高い事業を目指していくとしています。それでは最後に採用を見ていきましょう。平均年収を比べてみると、太平洋セメントと宇部興産が頭一つ抜けていますね。採用人数に関しては三菱マテリアルが最も多いです。太平洋セメントの求める人材は、枠にとらわれず自己実現のために未知の分野にも果敢に挑戦していく人材。宇部興産は主体的、自律的、継続的に物事に取り組める人材。三菱マテリアルはユニークな発想、創造性と実行力のある人。住友大阪セメントは元気で明るく、何事にも誠実で、物事を最後までやり遂げる粘り強さを持った人です。皆さん、セメント業界について分かりましたか？メイキャリーではこれからも就活生のためになるような企業研究、業界研究、OB 訪問、企業見学などの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。カズヤとコラボしたい、カズヤに会いたいという企業の方は、概要欄のメイキャリー説明ページか、こちらのメールアドレスからお問い合わせいただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。